使ってラモーの何枚引けるかチャレンジで2枚だったらマージョンでき石使って観察させる。おやっとス SSR すり抜けてるけど2枚うーららいらねえラモールよこせよあラモール博士やるなってことかなこのゲーム。じゃあ改めて説明すると、こちらのサポートカードガチャの2枚がどっちも強いって言われてるのね。ああまあ通説の話、ありていに言えば人権。ああでどっちも復刻なんだけど、未だに玄関今日トップレベルで強いのね。明日の昼にまた人権カードが出るんですよ。次出てくるサポートカードが今このマルゼンスキーと同じスピードカードなんだけど、できればこの下のマルゼンスキーは俺引きたくない。次来るやつを引くっていう前提でいくとこっちがいらなくなる。ああなるほど。こっちもう片方の相方のメゼロラモーナは賢さで、これはもうしばらく一戦で戦い続けれるから、私はできればこっちが欲しいのよ。次の100連の分の石は削ってもいいなって私考えました。でその100連の分をこっちに持ってきて、ここにね一応持ってはいるのよ。1凸、1凸。じゃあ2枚出ればいいと。そうそうそう、目標は100連引いてメゼロラモーナ2枚出すこと。簡単だな、いけ簡単に言うじゃん。俺半年前もこいつが出た瞬間に引いたのよ。結果1凸なんだけど、俺その時に400連使ったのね。あでこのゲーム200連で天井行くから、あの1凸ってことはあの天井分しかもらえてないのよ。ガチャで引けてないのこのカード。じゃあ怖いわけね。そうちょっと怖い。だから今回その呪いを断ち切るためにある手段を用意してきた。っていうのもね、俺キャラガチャ1回引いたことがあるのよ。1回だけ。そうゴルシー、私の推しなの知ってるじゃん。あーなるほど、水着の方ね。水着のゴルシーさんが出て、その時キャラガチャ引いたんだけど、その時はね一桁枚使ったら出たのよ。はい、虹。あゴルシー来た、終わった。最高じゃん。最高だよ。でその時に何したかっていうのをもう一回振り返ってみて、俺一番最初にゴルシに恋文書いたんだよね。祈りを込めて恋文を書いてます。私は馬娘プリティダービーを愛しています。チャンミを襲ったサツキショウのクリオグリ、スリーセブンと滝四古湯を抱えたクリオグリ、日本ダービーに再来したクリオグリ、僕はあだんだん分かってきたぞ。読みます。俺はこれを聞かされるのか。ラモーヌいつもありがとう。最近ラモーヌへ感謝するのが日課になりつつあります。単刀直入に我慢してたこと書いちゃう。ラモーヌ愛してるぞー。 PS 厄介のウサギと思われてそうですが、長文赤スパ失礼。ちなみに読まれてる頃にはあまりの恥ずかしさにユニバーサル大回転ラモラモの舞しながらベッドの上で暴れてると思うので、率直な一言もらってもいいですか。冗談抜きで本当に好きです。応援するしがいがあります。高まってきたね。厄介だな。厄介ということで対戦よろしくお願いします。いけ。100連内で2枚出れば上場。このゲームって昇格あるんだっけ。ある。銀世界なるほどね。おい未来を感じないぞこのん今ん50連引いたよな。今50連引いた。やめるこのゲームあんまいい風水じゃない可能性が。ちょっと俺あれ西向こう一旦西こっちだわ。今西向いてたいやこれなんかチケット使うと出ないのがあると思うんだよな。あてか1日1回限定のやつあったわ。てかね俺なんか前回の時もね80連くらいはチケットでやったんだよな。やっぱチケットって出ねえもんだって割り切った方がいいなこれ。とりあえず石使って自分最後まで見るんだ。やだやだ、これ見なきゃダメ。やだ、これはそういう時こそ見てるけどな。来ないね水色。A door to close my eyes. Seeing him in a dream of you. Seeing us in a dream. 確定演出です。水色の。And I don't wanna miss a thing. パチンコみたいな確定演出の出し方すんじゃん。できれば。この下のマルゼンスキーは俺引きたくない。引きたくない。あーやらない方が出た。5センチ注意報だよ。原神やりてー。
原神やりたくてやりたくて。あ、ちなみにドイツ狙いなの今回のメジロラモーヌ。賢さカードが欲しい。あ、右の方は次のガチャで出る強いやつと被る。このチケットをまとめて使うみたいな機能追加されたんだ。おはガチャ。あ、おはガチャに何もしていない。あー、なるほどね。どうする、いつもならどうする。俺いつもなら多分、俺ね、負けず嫌いだから悔しくて追っかけるけど、俺引くよ今回は。おお、突き進むか。いや、一つじゃない。もうせっかくだから俺のチャンピオンズミーティングドレット見てけよ。ちなみにこのパーティー勝率 30% ぐらいで、あとコパドリッキーはあの今回のチャンピオンズミーティングでこれ持ってないと人権じゃ、人権はないと言われてる。負けです。だからここぞとばかりにあそこでガチャ出してたわけなんだ。あそこでね。あ、姫アコギな商売してますわ。後ろのキャラが多すぎて。先行作のコパドリッキーが前に出てる。走る走る。戦闘を進みますが、これは戦闘でしょうか。全ゴルシが進化、回転アドベンチャー。やったぜ。スミカ、ファンカ、スミカ、ハマチカ。いい演出だわ。いやでもね、バグ伸びすぎてダメだこれ、追いつけねえ。なるほどね。2、4、5。まあいいや、2位だし。感謝感謝。お、チケットもらったんじゃん。10連分。わかった。じゃあ、俺の悔しさも晴れねえから、ここ100連引こう。もう100連。オッケー。行こう行こう行こう。よろしくお願いします。あるよ。いい風水が来てます、これは。こんなもんこんなもん。最近は最初の10連遊ぶって言われてる、言われてる。あー、やっぱ有名なんだ。有名だから。もう一回。お。来た。よーし。おほー。よーし、よーし。あと1枚、ノルマあと1枚。おかつさん、見るだな。飛ばしちゃダメっすね、これね。ちなみにグラブルはブラウザ系だから、金色だったりしてもさ、うん、リロードをすれば虹色になったりする。もう何でも言える、ありじゃん、そんなん。あ、これは飛ばしていいよ。来ない夫婦だから。お、信じる。お前来てんじゃねえか。このボクソ来たわ。あー、そっか。終わったな。難しいな。はい、これエンドロールです。